ほら。すごいね、水がつかめるで初めての手作り水がつかめる、実験だね。ママもこれ初めてだからね。じゃあちょっとリュウと一緒にやりたいなと思ったけど、どう思う？ね、行きましょうか。開けてみようか。はい、不思議実験セットになってブックンスキー計量スプーンで、切るんじゃない？じゃあちょっとうちで利用するものは、あの秋のペットボトル。あ、500ml と2個と。アルギン酸ナトリウムでね、と乳酸、あ、そう、乳酸か、乳酸カルシウムとで、これやり方が多分本の中で書くんだろうね。これね、水の掴める水の作り方、ボトルにぬるま湯を半分ほど入れます。え、これどうやって入るんですか、ここの中に。これなんか必要な、じゃあちょっとこれさっきの 250ml、 あの、ね、これいっぱいでこれですか？ですかね。はい、次は蓋をしっかり閉めてきちんと溶くで、と10分、だいたい10分ぐらいだって。
偉いね偉いねリネ偉いねね偉いねリネもうありがとう、うんうんうん、ありがとう偉いねリネこれ男の子です龍の好きですかわいいこっちとここかわいいBye.